えー、まず後です。えー、<laughs> もう寒さが厳しいですね。もともと腰、腰のが、ああね、まあ弱さというか、<laughs> 腰は大変、まあ、びっくり腰じゃないけど、びっくり腰、びっくり腰かな。あ腰は大切ですね。<laughs> まあ、2、3日前から寒さと、あちょっと腰が、あもともと腰を手術してますけど、えー、この寒さと、また腰の中,中腰は気をつけましょうね。腰は、 あ大切ですね、えー。ぎっくり腰かな。ぎっくり腰。えー、まあ自分は滑る症状か、えー、小さい時、えー、まあ、あれですね姿勢が悪かったらですね猫背で、えーまあ、テレビ見るとか、まあ、そういう農作業をお手伝いでしょうとか、えー、まあ気光りも大変ですね農作業は本当に腰がやられますけど、えー、この寒さなんか 改めて、えー、腰の大切さを実感しましたけどあはいもう1分ですね皆さん健康特に、えー、中腰ですね、えー、なかなかスクワットまあ怠けてますけどなかなかスクワットは、えー、どうですかね健康に気をつけましょう特に腰、えー、ぎっくり腰に気をつけましょうねはい、えー、こんな感じで1分間の4択でした。あ 皆さん、健康、特ギクルコシネに気をつけましょう。え、マサトのユンタク、また,またあ次回お会いいたしましょう。えー、YouTube、マ、ま、サの YouTube チャンネル、登録、またコメント、またいいね、とよろしくお願いいたします。えー、また、あ、しげんです、バサム、シャロム、シャロム、シャロム。シャロム